はい、皆さんこんにちは、八坂です。どうも。今日はオーシャン東京、皆さんご存知ですよね。今あの原宿で一番注目されている美容室と言われています。3店舗でようやく3年目を迎えるぐらいの美容室なんですけど、ここの特徴というのは、まあ、イケメンのスタイリスト、それと、まあ、原宿、渋谷の3店舗、それ と、メンズに特化してるっていうところですね。これが特徴で、もう今や飛ぶ鳥を落とす勢いのごとく急成長を、まあでも今一番、注目株である美容室と言って間違いないと思います。トップの方々が有名美容室出身でして、でまあ独立されたらその方々が組んだら間違いなく、まあ、成功するであろうと言われた美容室ではあるんですけども、まあ戦略的に、全てにおいて、要素が満たされて、出来上がった店っていう感じなんですね。だからまあ今風のお店を作り上げてるわけです。ホームページ見てもそんなにかっこよくはないですし、そんなね、ええ感じの作りをされてるわけでもないんですけれども、やっぱり人っていうのがもうかなり注目されていて、もう前の店にいた時点でお客さんがもうたくさんついてる方々が組んでやられてるんで、すごい勢いが当初からありましたね。で、特筆すべき点っていうのが、ここに、まあ、原宿店にいらっしゃる西名さんっていう方ね、この方が、まあ、原宿店の代表なんですけれども、この方の戦略が、YouTube なんですよ。もう、200何本は、動画を上げてるのかな。でそこで僕がよく今お話しさせていただいている価値の提供っていうのを、全てにおいてやられている方です。このやり方がもう完璧なんですよね。でやっぱりそれを見たお客さんが、まあイケメンっていうこともあります。それも相まってやっぱりこの人にやっていただきたい、やってほしいって来られるわけですよね。という点ではもうこの YouTube はすごい活躍をしてます。今、チャンネル登録で14万人以上を超えてますね。14万人以上。これって YouTuber の域なんですね。言ったらもう、彼自身がもう YouTuber みたいな感じで動かれてるような、まあ言えば芸能人的な形になってきてます。だからもうどうしても、まあまあ成功したからこそ YouTube も成功したって言えるかもしれないですけども、ただこれがなかったら爆発的なヒットっていうのはそこまでなかったんじゃないかなというふうには思います。で、オーシャン東京も、同じくチャンネルを持っていろんな方が上げていってるという形を今取ってますね。だから、時代に合った戦略っていうことはもう、もうあれですよ、もう動画なんですよ。もう完全に動画でここは戦略を立ってるっていう感じです。ただ、一番ちょっと、もったいないなと思ってるのが、僕は YouTube を使いながらホットペッパーに飛ばしてるっていう点がちょっともったいないかなっていうふうには思ってます。これも変えていった方がいいなと僕は思ってるんですけど、まあ余計なお世話やということでしょう。まあまあ、そういう意味で時代の戦略に合った YouTube 戦略をしてる。ただ皆さんが間違ってほしくないところは、ここが YouTube をやってるから、どこをやっても、まあうまいこといくやろうというふうには思わないでほしいんです。ここはもうたまたまっていうか、まあ戦略的なものが全て揃ったところで YouTube をやってるんで、 YouTube が爆発的にいったというより、もうこの人たちが有名なんですよね。もう最初から有名だったからこそ、これもうまいこといったというところがあるんで、そこを勘違いなさらないでほしいんですね。だから、同じことをやって、彼らと同じことをやって、同じことを上げたとしても、そんなにアクセスは上がってこないと
いうのが多分間違いなく、現状であろうということなんですよね。ということはどういうことかって言ったら、 YouTube っていうのはやっぱり戦略的なものなんで、内容的に言うと、素人が勝手に上げてビュッとアクセスが上がるようなものではないんですよ。これが一番大切なんですね。もう何回も言ってますけども、このアクセスを上げるためにどうすればいいかという部分はもう完全にその道の、熟知しているプロに任せないとっていうか、教えていただけないと分かんないですよ。ここが一番問題です。これを上げるためにみんな必死になって、努力をするっていうわけなんですけども、いろんな本見ていろんな、ものを見たってこの辺はなかなか書いてるものがありません。だからやっぱり実践していって試してみないと分かんない部分っていっぱいあります。ですんで、今の時点で、やられてない方、動画っていうのは間違いなくこれからの一番の、戦略になります。だからもう最初はもう動画アップするだけの練習だけでいいんで、それからでも始めていただければなと、私は、特に思っている次第でございます。でもしそれ以上の戦略をお望みであれば、また、私どもに相談していただくなり、やっていただければいいかなと思いますんで、またよろしくお願いします。では。